お疲れ様です。ロットルです。今回はですね、こちらのボムターホグを使っていきたいと思います。で、まあ、新環境でね、変わりまして、ボムターですね。まあ、前もちょっと強化来て、またさらに強化っていうので、視聴率もちょっと上がってくるんじゃないかと思われます。で、何が変わったかって、まあ、大まかに死亡時ダメージが、はい、追加されまして、この死亡時ダメージがね、結構高いんですよね。普通のボムターの一発の倍。まあ普通の範囲ダメージは2倍あるんで、まあ単純に死亡時ダメージが強い。アンダー多分なんか強化されたのかな、ちょっとその辺覚えてないんですけど、まあなんでボムタワー入りの高回転ホグ。で、対空が結構ハンターとメガゴと雪玉ライトで結構高回転でもあるんで、普通に空も怖くない。で、陸もスケーとか受けもあるんで強くなくて、結構万能なデッキだと思ってます。はい。で、これは、もちろんパクってというか取り寄せてきましたね。なんか最近の12勝とかどんなのがあるか見たんですけど、結構このデッキがいましたね。なんかね今ロイホグとか、まあ、バーバリアンが地味に増えてるんですよね。だから、まあ、それに対してなんだろうな、普通にメガナイトも多いか、メガナイトが流行ってるんですよね。けど、まあ、そのメガナイトもボムタワーアイグラハンターとかでボコボコにしつつっていう感じのデッキかなと思いますね。なんか今メガナイトがめっちゃ多いと思いますね。てかメガナイトがシンプルに強いかもしれないけど、今回はね、こちらのハイデッキを紹介したいと思います。で、まあ、ちなみにウルトラもないんで、これ、結構、まあ、組みやすいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、マルチやってもいいんですけど、シーズンのまあ序盤なんで、まあ、グラッチでいいかな。で、グラッチも急所なんで、まあ、参戦ちゃちゃっと終わらして、宝箱引きたいなと思います。12勝ね。はい。ということで、よろしく。で、ライトニングなんですけど、なんかね、これをメインでグラチャで12勝あるのは基本ライトニングなんですけど、ちょっとポイズンを使ってる人もいるんですよ。いるんですけど、なんかポイズンよりは圧倒的にライトニングの方が、まあ、人気かつ、多分僕も強いと思いますね。なんか、なんだろう。なんか、これ甘えたな。その、なぜポイズンじゃなくてライトニングなのかっていうのが、まあ、シンプルに遅延系、を突破できないんですよね、これ。あれだと。ポイズン型だと。なんで、まあ、その遅延に勝つためにシンプルに、ライトの方が勝てるし、まあ、他のなんか来てもね、ライトニング、まあ、ポイズンの方が万能なんですけど、ライトニング結構ぶっ刺さったりもするんでね、まあ、普通にこのデッキ使うなら、まあ、レベルないとかならポイズンとかでもいいと思うんですけど、まあ、ライトニングかなと思います。はい。というわけで、相手は、あれですね、ラバクローンのやつですね。流行りのラバクローンデッキですね。これなぁ。いや、逆だったかな。でも逆でもどうせ、ちゃちゃっと処理されちゃうだけなんで。これ2周目ハンター回しますね。ケツメガゴからで、ラバで、相手の後衛を、あれ、端前。これスケブ来るかな。スケブミユキ玉。いや、これでいいや。外して、オッケー。で、ホバリングには急いでハンター当てる。やばい、ハンターの当てるのが遅い。年か。さすがにまだでしょ。さすがにまだ大丈夫でしょ。おい、待って。これは違う、ただのコストの問題。でも相手スケブコウモリだと思うんですよね。いや、違うわ。テンプレだ。え、でもコウモリだったよな。え、どうだ、テンプレだって。テンプレじゃないよ。これ雪玉も攻めで使います。コウモリか。おい、やば、虫かよ。出たよ。おっと、ちょっと待って。やばい。このデッキ多いんすよね、今。多いんすよね。もうこのデッキを潰すまであるんですね、このデッキは。オッケー。ハンターとメガゴのこの2硬いマンが、結構ベビードラホバーを焼き尽くしてくれるんですよね。大体クローンなんで、これ固めちまえば、オアオーリーですね。オーリー。ライバルリーさんの言葉ですね。はい、よいしょー、はい、おじいじいでした。あー、でも相手のスケムのタイミングがいいですね。けど、まあ、相手の方がきつそう。無限に僕、超えてきますからね。これマジでサンクラ狙い来るかな。あ、受けからですね。受け展開。だけど、これ全部もう、全部ハードカウント、もう全部貯める。もう全部貯める。もう後ろから貯めまくる。けど、ホバリングちょっと厄介なんで、さすがに処理させて。
あー待って俺のグライダー、うまタイミングうまくないって、俺が下手なのか。いやだいぶ OKOK、 雪玉あるから別にそこまで怖くないで、スケで一応ターゲット取るで、気持ち雪玉する、気持ち雪玉ね大事。 OKOK でこのホバリング許容して、これスケベで守られるから、まあ捨てる、捨てホグですね、捨てホグで、ここから2周目ホグで刺します。スケでターゲット取るホグで、ここで相手はコウモリか、いやコウモリそっち咲くんかーい、やばいやばい、コウモリ、俺のコウモリ読みが違う、外れた、いや外れたけど守っていく、守っていく、相手のスペルはない、相手のスペルはない、ホグプラスの雪玉を飛ばせば勝ち、ホグプラスの雪玉を飛ばせば勝ち。で真ん中ホバがちょっと怖いけど、今なんかいっぱい残ってくれてるから大丈夫で、一応真ん中ホバだけ警戒して、あ勝ち、オッケー、ライト打ってば終わるけど、これ一応ほら、真ん中ホバ警戒のスケ完璧なんで僕。オーケー、まあ、イージーですね。イージーだけど、しょっぱなの1個はね、取られちゃったのがちょっともったいないですね。すぐね。あれ、でも結構守れると思いますね、このデッキには。なんで、流行りの黒ラバーを結構メタってるデッキでもあると思いますね。よしよしよし、あと2000ですね。ちょっとマッチングが長いんで、適当にカットします。ポイチョ、あ、待って、マッチング、待ち中に、鼻を噛もうと思ったら、思った以上にマッチング時間が短かったっていう、事件。相手、スケルトン、メガゴー、お、これあれっすね、多分ミラー説あるんですね、これ流行りなんで、時代デッキですね。ってことは、コハグ飛ばすと、あ、違う、チェンクロスだ。あー、トレンデスされる。やったわー。でもロリババじゃないんで、しかも。意外と厄介ですね。意外と厄介ですね、これ。まあまあ、でも、結構許容ゲーミングでいいかな。いや、甘えたらダメだ。甘えるとやばい。すぐ甘えるからな。オッケー。あぶねークロスなー。いや、これ回転だ。これ、相手取りに回ってない。プロ。俺プロ。で、雪玉で、ほら、待っとんかい。けど、相手は慌ててアイスイズ出すけど、一発、よし、でかい。でかい、これマジでかい。で、このアイスイズは正直無視していいけど、ちょっと攻めるために、わざとダメージ受けてからのメガゴで、これで相手はこのメガゴに対して防衛しないといけないんで、コスト割くんですよね。よし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 。これライト打ってもいいけど、打ったら負けるな。打ったら、クロスを変えて負けるんで、オッケー。これで相手の散骨引き出した。今回転僕なんで圧倒的に攻めていい流れですね。で防衛クロスを超えたらその瞬間すぐあれ起きます。これも飛ばします。アイゴレとかどうでもいいんで、アイゴレは餌ですね。あーでこれはトルネで吸われて、まあってやつですね。まあってやつですね。でこれ一応もう暇なんでハンター出してきます。まあなんか出てきてもハンター強いんでいいかなーってやつですね。で、これも暇なんでメガゴ出してきます。まあ、クロス来たらラッキーテールですね。あ、来たー。で、これも先読みライトして OK。で、ここでアイゴレでホグやると見せかけて、飛ばさない。まあ、別に飛ばしても飛ばさなくても、結局トレネで守られるだけなんで。で、僕はこう、おしゃれなことします。普段あんまやらないですけど。ういー。はい、これ。おしゃれー。これな、でも、雪玉打っとけばよかった。甘えた。このバトル甘えたら負けっすからね。これもう一回同じことします。同じことで、やるように見せて、間ロケット準備するんで、ちょっと。ほら。で、この瞬間にホグですね。バレバレですね。よしよしよし。で、これ、待って。いや、逆サイ行っちゃった。これ一応あの防衛ボブターを置いておきます。ターンのターゲット取ってもらわないと危ないんで。オッケー。一回防衛ホグで、ライト飛ばす。オッケー。一回防衛ですね。ここでロケット打ってきたらうまいですね。僕ホグないんで。で、このサイクルになるとちょっとやばいですね。
うまい人ここで外してきたりしそうですね、アイゴルを。危ない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 。ですぐ置くで、ここでホグ飛ばしたい。やばいっすね。あ、待って、やった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 、事件です、事件です、事件です。これ読まれるかな。あはー、いや、まだ参る、まだ参る。いや、でも相手はボムタワーが苦しい。で、これもホグ回ったんで、ホグ、一応飛ばしますね。することないんで。することないからホグ大事ですね。いや、これスケルトンウッドで完封。あ、危ねえ、おいしい、おいしい、来た。来た、神だ。来た。これ一応メガゴを割いとけばなんとかなるんで、相手も苦しい。で、しかも今相手、ホグ割いたんですよ、僕に。あ、これ焦り、これ焦り。これ絶対焦ってる。で、ここでもうホグ飛ばして。OK。で、これ、このホグ相手ロケットじゃないと防衛できないんで。で、こうメガゴ読みのライト打つ。ほら、あー、一発で、これ絶対来るから、絶対来るから、もう置いときます。こんなかい、うわ、やば、待って、それやった。え、めちゃくちゃロケットで削ろうとするんやん。で、俺もライトニング2周で削るよ、そんな。いや、ライトニング2周で削れない。いや、これ美味しくない、入るくない、ほいほい、やばい。え、でも俺の方が早いよね、これ絶対早いよね。雪玉打って終わるやん。はいはい。で、こうホグで攻めとけば相手はロケット削りができない。で、これライトニング打って相手に飛来心だけ警戒しとけば。飛来心しないで、飛来心しないで。はい、グッドゲーム、よしよし、グッドゲーム。でこの人多分ちょっとトロが高い人だと思う。なんかマルチでやったことあると思うんですよね、催眠証明みたいな。オッケー、ラストということで、あ、マッチが早い、珍しい。新環境なんで、やっぱグラチャでみんなめちゃくちゃ回してますね。よろしく。で、今のもやっぱポイズンだったら多分負けてたんで、やっぱ絶対このデッキ使うならライトですね。はい。というわけで、これアイゴレで完封できる、できないかな。まあ、ホグで飛ばしとくか。暇だし。雪玉構え、おーおーおー、ディガーレキベビドラか。なんかあんま見ないです。あんま見ない。あんま見ない編成ですね。これは生き玉打っとこう。ぽい。これで逆サイ釣れる。オッケー。いい防衛ですよ、これ。でも、ディガー、なんだろうな。ディガーなんだろう。ディガーがよくわかんねえ。ベビドラ？ペッカディガーだ。ペッカディガーで、最近のペッカベビドラ U の工場の、あれだ。ただ工場をディガーにしたってやつだ。で、ここでホグ飛ばしたいですね。まあ、このうまかった。ライトニング、いや、普通に今のあれだな。ホグ飛ばして、無視して、もう速攻飛ばしてたら相手ペッカのコストなかったんで、ハンターを出さずに、ホグ飛ばしてライトニング打って GG でしたね。判断が甘いですね、僕の。で、これはワンチャンライト打つけど、まあいいや、ボムタワーでいいや。いや、多分このボムが強い。ボム。で、スケルトンで、オッケーオッケーオッケー。いや、いてぇよ。いてぇ。まあ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 。相手ディガっぽいなんで。もう分かったんで、僕は。相手のデッキ。てか、まあ、大体分かるか。はい。これ、アイゴルホグして逆サイ攻めようかな。なんか、すぐ逆サイ行きたがるんですよね、僕。てか、同サイばっかやりすぎて、良くないんですよね。これ絶対後ろを読み。待って、逆サイこれボーディキングね。助けてー。助けてー。いや、でもこれ左ちょっと許容できますね。ちょっと許容できるんで、許容しつつ、ペック来たら美味しいな。ケツペック来ないかな。これ絶、これで、匂わせて、あはー、出すんかい、出すんかい、ペック出す。ああ、20%。危ない。これ勝ちたい。待って、これ12勝かかってる、俺の。いやー、やばいですね。ちょっとやばい。でも相手ウッドだから。いや、ここでライト刺さりますね。ここでライト刺さる。ほい。オッケー。ライト打つ。で、これ両方飛ぶ。ああ、やばい。待って、ペックに入った。やばい。これやばい。これやばい。これやばい。いや、やばいけど、オッケー、いいよ、いいよ、左なんか、左はいい、左はいい、左はいいけど、いいけどよくない。
あえてこれペッカ回ってなくね、普通に回ってないの、絶対回ってないの、100回ってない、これ出してくんだよお前、やめてくれよマジで、フラグじゃない、あーブラフか、待って、オッケーオッケー、勝った勝った、刺さる、でこれガゴ来るけど、いや池田もいない、フラグか、あれもう分かんなくなってきた、でここで相手はティーが出すぐらいしかすることない、うわで、この瞬間に飛ばせば相手はペッカのコストがなく、で僕はライト、あるんかい、やばい待って、やばい、いろいろ違う、待って、完封、それは事件、ここで飛ばすしかないですね、ここで僕はここのホグで勝つしかないんで、ほらこのホグで、ここの、ほら、いや勝った、この雪玉じゃない、あいこれ、はい勝った、甘い、よしやば、12勝、久しぶり、めちゃくちゃ嬉しいんですけどよし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 、まあ、これは僕がうまかったですね、多分ね、よし、というわけでまた宝箱開けて、ライドラともう一個なんか欲しいんですけど、終わった、まあ、ゴールドはどうでもいいですね、というわけでこんな感じかな、多分2番目ですよね、地味に取る高いと思うんですけど、あ、まあ、68ですね。はい、というわけで、まあ、ディガーがすごい流行ってますね。なんか、工場が、あれなんですね、やっぱバーバリアが良くなったっていうので、工場が結構減って、ディガー系が増えてる。ペッカディガーっぽいとか、まあ、普通に、なんだろうな、今まで工場だったのがディガーとかすごい増えてるんで、まあ、ディガーに対して受けがあるデッキやっぱ強くなってくると思いますね。なんで、普通にハンターとかこのデッキだとね。で、雪玉からのスケルトンっていうので、結構ディガー受けれるんで、まあ、すごい強いかなと思うんでね。はい、ぜひぜひ、こちらのデッキ皆さん使ってみてください。というわけで、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい。では、お疲れ様でした。